皆様おはようございます。嵐です。本日はパチスロアネモネ甲府甲子園エウレカセブンハイエボリューションのシーソー初日ということで、私並びました、朝から。そしてですね、無事台を確保できる入場番号をゲットすることができましたので、皆様に今日は最速で、その魅力をお伝えするべく、これからシーソー実践に挑んでまいります。僕自身は一度試打させていただいているんですけれども、がっつり打つのは今回が初めてということなので、分からないこともたくさんあるとは思いますが、予習してきたことを最大限生かして、皆様にレバーの熱い叩きどころいっぱいある台なんで、それを僕を通してお伝えできるように実践頑張っていきたいと思います。さあ、それでは無事に台を確保できましたので、新台パチスロアネモネエウレカセブンハイエボリューション打っていきたいと思うんですけれども、初打ちの時はですね、一応ここのデモ画面でこのデジタル照射紙っていうのを QR コード読み取ると、こうやってスマホで見ることができるんですけど、ゲームの流れとかを照射紙見ながらとか、あとはティナ君が解説している動画にここから飛べたりもするんで、初打ちする際にはそういったのチェックしてから打つっていうのも一つありかなと思っております。じゃあ早速打っていきましょう。僕もある程度のゲームの流れは一応予習してありますし、1回試打もさせていただいてるんですけれども、もちろんがっつりと打つのは今日が初めてという感じになりますので、その辺をおさらいしつつ、学びながら打っていきたいなとは思っております。で、通常時の打ち方なんですけれども、左リールにクローバー絵柄を狙って、右リールは適当打ちして、スイカが転廃した時のみ中リールにもクローバー付近を狙って打てば、フォローできるという形になっております。で、設定変更後の有力感移行時など、有力感移行後はですね、33、66、99かな、その3段階のゲーム数で、ミッション、いわゆるチャンスゾーン的なものなんですけれども、そちらに当選する可能性がありますので、まずはそこに期待しながらという形で打っていこうと思います。で、この規定ゲーム数での、ミッション当選がなかった場合は、高設定期待度だったりとか、あとは通常時3種類のモードによって天井ゲーム数が管理されてるんですけれども、そのモードが上位である可能性が高くなったりするみたいなので、成立薬をしっかりと見ておいて、最終的に、99超えた段階でミッションに入らなければ、その後の展開に期待できるぞというのは覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、通常時は基本的に有力感ランプがつかない状態でスタートしますので、6号機なので設定変更を行うホールさんが多いとは思うんですけれども、朝一などは出面をチェックしつつの、リールの挙動なんかを見ながら打っていくのがいいんじゃないかなと思うんですけれども。とりあえず今、下段にチェリーが止まって、右リールの中段柄にボーナス絵柄止まってますので、これ強チェリーですね。強霊薬、強チェリーと強チャンス目があるんですけれども、これらは成立時点で、ミッション濃厚となりますので、この後どのミッションが出てくるか、これも一つ注目ポイントになります。さあ、これで、ミッションというナビが出ましたので、ミッションに発展するんですが、VS モンスーンのミッション、これ結構いいミッションいきましたね。期待度としては高いミッションなんですけれども、 VS 系じゃないミッションがどっちが出てくるか、有力感移行後は、ペイントともう一つミッションがあるんですけど、そのミッションの種類によって器具の下なんかもあったりするんで、VS 系が出た場合は次のミッションに期待しつつという感じなんですけど、もちろんここで当てたいところではあります。で、いきなりレバーオンで横コーンになりましたんで、これベル以上の子役が成立しているチャンスになります。ちょっと初手なんで、挟み撃ちでいこうかと思ったらいきなりレア役引きましたけど、レア役は弱レア役でも 75% 以上だったかな。もちろん強レア役なら当選濃厚になるんですけれども、この時点で期待大と。で、このミッション自体がエウレカ AO のシークレットバトル AO みたいな感じで、まあ、ベルを引くだけで期待度 25% 以上、もちろんレア役であれば 75% 以上の期待度を誇る形になってまして、クリアするとボーナス以上が当たるよと。でその報酬なんですけれども、ここのエフェクトの色ですね、青じゃなくてピンクだった場合は、白7揃いのアネモでボーナス以上で、紫だった場合には AT 直撃というような形になりますので、まあ、今回は青なので、まあ、どの報酬の可能性もあるといった形ですね。さすが大丈夫でしょう。よし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 、いきなり朝一一発目のミッションから当たりましたね。これは嬉しい。で一応今分かっている設定差のある要素としましては、このミッションが紫色が高設定だと出やすいというふうに言われてます。あとはこの後当たったボーナスがエピソードボーナスだった場合も一応高設定の期待度アップと言われてますね。じゃあとりあえず25ゲームで、青ミッションをクリアと。で投資が1000円と。これ僕のお家芸出ました。確定した状態で追加投資、これめちゃくちゃやるんで。さあそれではこの後、疑似遊戯でボーナス柄が揃ってスタートという形になります。でここでですね、ずらっと滑って赤穴が出てくることもあるんですけど、今回はガリバーボーナスと、まあ、レギュラーに該当するボーナスと考えていいですね。でこちらのガリバーボーナスなんですが、ベルナビ5回で終了するボーナスとなっておりまして、まあ、AT 当選期待度は低いんですけれども、 AT に当選したときは、いきなりブーストがかかる状態というか、まあ、後々説明しますけれども、バーストストックを持っている状態で AT がスタートできるというようなメリットが存在します。であとはこのキャラ紹介、いきなりレアグを引いていく。さあ右リールは適当値で、中リールスイカ外れば強チャンス目。まあスイカ今作強弱ないんですけれども、まあ、そんなに強いレア役じゃないんで。で今キャラが全部男性キャラの紹介でしたね。これは偶数下のパターンになります。おめっちゃ引くな。お第1ダメか。第1第2で煽りこと第3でしたけどね。さあこれで、ガリバーボーナスが終了と。で、ガリバーボーナスでは有利期間が途切れない、いわゆる継続するんですけど、ガリバーボーナスが連続すればするほど、まあ、恩恵ゲットのチャンスらしいんで、まあ、とりあえずまずはガリバーボーナス、まあ、1回当たったら、まあ、連続したで OK だよと。でも基本的にはアネモのボーナスに当てて AT 当選を目指していくという流れになります。どうしたんだい？おお弱いカットインでしたけどね。さあこれでミッション濃厚。で大体この黄色で発展するっぽいんで、ここ超えると上位ミッションの期待度高まるんじゃないですかね。うんモンストのミッション、さあここはちょっとクリアしたいところ。いいよ、いきなり黄金どうしようかな。ちょっとなかっちゃおうかな。なかってみる。おこれどうなんでしょう。スイカある？スイカなさそう。やっちゃったか。なるほどね、いいじゃないですか。ちょっと出目探求しがいあるな。じゃあもう一回長押ししてみます。さすが 75% 発散と信じて。これどうですかね。もう一個上だったらなんかベル1角っぽいけど、揃わず1枚の払い出しがあるんでベルこぼしっぽいですね。さあもう1回。今度はこれ一番嬉しくないデメっぽいか。リプレイですが1ゲーム目のジャクシェリが効いてますわ。 OKOK どら。おおめっちゃ滑った。これは大丈夫ですね。オッケーありがとうございます。さあアネモネボーナスを引いたので、まあ、ここからの、ホワイトルームという前兆ステージから AT が告知されるまでの込みの期待度が 50% 以上という形になります。でまずはですね、ベルナビ10回の間に、白7揃いとかで AP を確定させられたらめちゃくちゃ嬉しい。さあこれで、残念ながら、ボーナス中に AP は確定しなかったんですけれども、この後のホワイトルーム、これが前兆ステージなんですが、まずホワイトルームに突入時点で AT 抽選はしてます。かつその後の前兆ステージの整理通過を見て、AT に当たってなかった場合は書き換え抽選が行われていきますので、ここから自力の要素も込みで、AT を狙っていくという感じですね。前兆ステージは非常に分かりやすく、この帯の色が本前兆期待度を示してますので、1段階でも上がってくれと。あとは、基本的に16ゲームまでに発展するのが、王道ルートらしいんですけど、それを超えてくると、全長ゲーム数が17ゲーム以上になってくると期待度がアップするらしいんで、データ表示器のゲーム数と完全にリンクしてますから、ちょっとその辺はゲーム数見ながら楽しんでいきましょう。さあ予告音になってます。やばいやばいやばい。ああ、これ15ゲームで8点なんで、しかも黄色か、ちょっと厳しいかもしれませんが見守ってみましょう。でここでのバトルが、これデビルフィッシュかなあ、違う、これニルバーシュ、あ、多分ニルバーシュ、お、ただ恋愛食いてますから、ここもちろん有効だと思うんで、弱手だけじゃ厳しいかもしれないですけど期待しましょう。弱手引いたよ。やはりマックスではステージ移行しなかったけど、ああこれは負けたでしょう。第3で復活はない。はい、ユリカナップ消えてますね。ダメでした。残念な結果にはなりましたけど、またここから100ゲーム以内はミッション突然の大チャンスのゲーム数になってきますので。まだそこまで見ながらって感じになるでしょう。さあ次は999ですね、最後の砦で。いやーでもいいですね、こうやってじらされる方が俺は好きなんで、どうせもうやめようかなって思ってる時にここでじらされるときついですけど、どうせまだもう何周かするつもりではいるんで、だったらじらされた方が嬉しい。おお赤までいった、これ強チェかな、ステップアップ3強チェ、ありがとう。ここで当たっちゃうと分かんなくなっちゃったりするのかな。まあいいや。ステップ3か。おいった。これどうなんだろう、ミッションどうなる、楽しみですね。あれ、あ、これで8点ですよね。ああ戦艦劇がいった。やっぱランク下なんですね。ランク4だったらもう確か確定だったと思うんで、ランク3でも来たら80何パーあるんですよ。だからベルとか引けなくても十分クリアの可能性あるんで、逆に1回でもベル引いちまえばもうこっちのもんでしょう。ここは初の戦艦なんで順でいきます。順で順、よし、これはもう大丈夫だろう、さすがに大丈夫だろう。で万が一これしくっちゃっても集中に行く可能性が 50% とかあるんだっけかな、もっとあるかもしれないです。それぐらい、ああもうダメの押しいただきました。勝ち取れ。 OKOK 青でしたね。てか青しか出てないですね今んとこ。さあここはもちろんアネモネボーナス、さらにはその上位のエピソードがいい、エピソードがいいけどビタで止まっていく。じゃあビタで揃えましょうよ。どら、よっしゃ、ありがとうございます。さあホワイトルームに期待しましょう。早めね、早めに色変わってほしい。お、いいんじゃない。さあここはもう1段階上がったら相当期待できそう。ああ、いいじゃないですか。これは大丈夫でしょう。今12ゲーム。おっと。多分まあここでジャッジエースに行く流れは一緒ですけど、その前の導入がちょっと違いましたもんね、さっきとは。さあデビルフィッシュ星4つ、もう全然2ルバースとはクラブのならないぐらい期待度高いです。あ、押し合いか。いやいやいやだ、ちょっと待って、おお、びっくりした。マジかよ。やったかなと、やる可能性ありますから私は。よかったです。これで AT ダイブトゥエウレカ7確定しました。さあこの時にまあ通常時ハマってればハマってるほどバトルパートのバスクートドライブのセット数をもらってる可能性があるんですが、今回は早い当たりなんで、まあ、ストックはないもんだと思っていきましょう。いやーよかったー。マジあれ外してたら今日はちょっとやれない日から。あでここでも、まあ、対戦相手が非常に重要になってくるんですけども、この606と909のコンビは結構強いです。ニルバーシュの次に強い。なんで初戦はデビルフィッシュとかの方が良かったんですけど、303とかの方が。バトルパートバスケットドライブやっていきましょう。でまずシールドが6個もらえますよと。でこのシールドがある状態っていうのは保証ゲーム数なんで、このシールドがなくなった状態でリプレイを引くと、このバスケットドライブから転落してしまうというゲーム性になってるんで、転落させる前にまずどれだけこの体力ゲージを減らせるか、まあキャラによって、ちょっと本数変わったりするんですが、基本は5本あります。なので、この左側の保留ですね、この保留がハードとかミドルとか、いい保留の時にベル以上の子役を引いてしっかりダメージを与えていきたいと。そうこれはしっかり引いたんで400プラス1000、これ2000ってことかな。でかいですね。ハードだと一応1000以上なんで、これはかなりいいダメージもらえました。こんな感じでおし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 、まあライトモードなんで、まあ、そんなにダメージは100以上かな。ああでも200いいですね、いいですね。まあこんな感じでベル以上の子役を引いた時の保留アイコンによってダメージが変化していくというゲーム性です。おめっちゃ引くじゃんベルで。ゲーム数が不定なんで、まあ、ベルはとにかく引いたもん勝ちですね。でまだシールド残ってるんで波なし怖くないんですけど、これシールドがない状態でこの攻め来たらもう地獄です。リプレイなんで。よしよしよし、キナビゼロ角でゲージ1本減らすとシールドもらえるんで、ここはいいダメージちょうだい。はい、1000。あれ、あーミリタリーで残ってる。もう1回ベル行こう。ダメよ、ダメだ。まあ押し順ナビ出てたらもうリプレイはないんで3枚役でもセーフですから、とりあえず1回シールドくれ。よし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 、 OK。 これで、1ゲージ減らしたんでシールドを3つで3ゲーム保証が戻ってきたんで、ここからちょっと安全地帯中にまたゲージを減らしていこうぜと。でまあレア役引きたいですね。あーちょっと今危ないかこれ。あやっちゃったんですね。チャンスの後にピンチあり。さあこれで一旦バスクットドライブバトルパートが終了してしまうんですけれども、ここからは5ゲーム間の引き戻しゾーンに移行します。はい、こちらがセブンストレーサーっていう形になるんですけども、ここはおいいですね。ベル以上の子役でチャンス、レア役ならもう大チャンスと。ここでのレア役が 75% だけかな。ちょっといろいろ数値が初打ちなんでごちゃごちゃしてると思いますけど、まあ、ベルでも十分に引き戻しのチャンスありで、即告知の場合もあれば1ゲーム以降に告知が回ることもあるんで、ここでそう告知が入らなくても諦めは禁物です。ベル2回引いてますんでまずいって、4連続で引いてっかんな。ダメだって。もうタもベルトロー2角でしょ。5連続で引いたかんね、こっちは。危ない怖っ。だから今のベルでクリアした可能性もありますし、多分最終ゲームに告知が回るパターンもあると思うんで、どのベルで当たったかが多分厳密では分かんないんですけど、これで戻しました。でそうすると保証ゲーム5を持ってまたやり直しと。ただもちろん削った分のライフは据え置きなんで、こういった形でセブンストレーサーと一致しながら AT を継続させていくっていう流れですね。うまい。おお、なんだでかいじゃん。カットインいらねえかもしれないけど、まあまあまあとりあえずよし。ダメージも与えるのかなあ。ダメージは与えないね。でこの後はバードルのカットインが出やすくなりますから、ああでもこれでカットインアップしたけど使わずにライフ削り切ったんで激アタで、一応このバスクートドライブ中に AT を継続させた方が報酬が優遇されるっていう、まあ、特徴あるんですけど、さらにセブントレーサー引き戻しのところに行かないでパーフェクトでクリアした方が報酬がより大きくなる。ただ今回は多分そんなに、まあ、継続以上もらえてビッグボーナスかなとは思うんですが、これで AT が継続という形になりました。ありがとうございます。でこれでビッグボーナスを消化した後に次セットに移行するという流れですね。でここは自動停止っていうか疑似遊戯じゃないんで、しっかり白7を狙っていきましょう。まあ、ここは疑似遊戯になってる場合もあるみたいなんですけど、基本は揃えないとボーナスがスタートしないんで。で、ボーナス中なんですが、ボーナス中はこのガリバー保留ですか、ガリバー保留に応じたパーセンテージを獲得していって 100% に到達するごとに、ドライブストックじゃない、なんだっけ、いろいろ英語が出てくるとおじさんにはちょっと難しいんですけど、ちょっと1回やります。あ、これは 20% か 30% ぐらいかな、青なんです。20% ですね。さあなので次この緑の時にベル引ければ九段のストックがゲットできます。よし、これでそうバーストね、バーストストックっていうのを最低1個もらえます。で1回の抽選で複数個もらえることもあって、10個とかまあ薄いですけど2桁の振り分けもあるんで、それを目指していくと。全然ベル引かなかったですな、最後。あ、レア役じゃねえか、こぼしてるわレア役で。レア役で1個もらいましたね、バース。で今のタイミングはずるいよ。さあこれでバースト7個持った状態で次の相手は誰かなと。よしよしよし、デビルフィッシュいいですね。デビルフィッシュはいついかなる時のチャンス。しかも今回はバーストスタートなんで、このバーストが基本的に、まあ、今リプレイ引いちゃいましたけど、今は OK ですね。ベル以上の子役を引くことでダメージを与えていきますから。でシールド9個、まあ、これはあれかな、デビルフィッシュだから9個かな。ちょっと待って、当てい、よしよしよし。でここからですね、エクストラに行くかどうかがめちゃくちゃ大事なんで、エクストラに行くとそのバーストオリューでずっと連撃でダメージを与えていく感じになるんで。いやちょっと待てよ。あ、よかったよかった。これは下手です。まあエクストラいかなかったのはしょうがないでしょう。もうちょっとダメージ与えなかった。でもここからまだシールドが9個残った状態でスタートしていくんで、ちょうどアイコンも弱いんで、ここはシールドを使ってしのいでいくぐらいの気持ちでいこう。おっ、まあちょっとね、あ覚醒ある、覚醒がある、覚醒欲しい。覚醒すると毎ゲームダメージ与える状態になるんで、いいよここで一回、あそうそうそう、うめえじゃん、いいよでよ、ナビなしじゃねえか。くっそ、あちょっと待ってくれよ、リプレイ引きすぎじゃない、リプレイ引きすぎだって、お願いします。もうちょっとで残り1分、ライフの残り数によってこの後のジャッジバトルの期待と変わってくるんで、ここはシークレットパートと本当一緒なんで、ここ戻さないと。リプレイ3連してんじゃねえかよ、お願い。あー怖いからバーとか狙っとこう。いやーどう見ても食べそうないですじゃないか。まずいっすね、いかにも終わりそうな流れをたどってます。でジャッジバトルまで来ちゃったら残ってた、ライフをもとに継続抽選なんですけど、でもこれこんな色、ああやっぱそうだ、継続です。よしよしよし、あっねえ、継続っていうかこれで倒すんですよ。よかった、残りライフに応じた色で多分緑になるはずだったのにレインボーになってからこんなだっけと思ったら、これはだからジャッジバトル移行時の抽選突破したってことですね。いやーよかった、303では終わらせたくなかったんで、なので、倒しきらなくてもこうやって継続の可能性があると。ただその場合はこの後の報酬パートでの報酬がまあここに真ん中にあるようにダイブトゥエルカセブン、要は継続のみになっちゃう可能性が高いよと。ああ予想通りニルバーシュはマジ強いんで、ただニルバーシュはまあ連続しないっていう法則があるんで、このニルバーシュをやっつけられれば次はそれこそデビルフィッシュとか出てくる可能性も全然あるんで、とにかくここはまあ序盤の勝負どころとなりますね。エクストラいくぞ、シールドがまた頼むよ、いきなりナビなしやめなさいってのだーこれまずいな。ニルバーシュ先生はですねベルでの引き戻しが弱いんですよ。これまずいですね。とはいえ引いといて損はないと思うんで、とりあえずここからはベルを引くゲーム。いやいやいや、よし、あーだね、ナビなしの方が熱い説あるぞ。ナビなしの方が熱い説が、これ演出が弱い説があるな。うんやっぱ手強いっすわ、ニルバーシュ先生手強いで、ライフ4本残ってるんで強烈、まあレア役だな、強烈役が欲しいぐらいだな。ただここで強力なんか引いて逆転しまえばもうニルバーシュ倒せるんで、ここはもう全力でいきますわ。ならそう奇跡、あさすがに無理ですな。まあだからニルバーシュが出てきたときにどれだけバーストスックを持っててそれを生かせるかですな。で終了画面、これ風が吹いてるのが一番デフォルトのやつですかね。まあ、設定した的にはおそらく一番弱いパターンなのかなと。ちょっと確認しておきますか、初打ちなんで。あ、全然嘘でした。カメラを見るなんで、これ2番目ですね。まだ詳細が出てないんですけど、奇数したっぽいな、なんとなくですけど、デフォルトよりはマシって感じかな。まあ、強そうな設定した1回も出てないですからね。その台で、まあ、めちゃくちゃレアなケーキを引いてるわけじゃなくても、まあ、A 定さえうまいことやってりゃここまで戦えるっていうのは、まあ、朗報ですよ。おー、リロックしてる。マジか、長くない。あ、うわー、びっくりした。あ、ジャックなの。リロックでジャックとか逆に熱そうだけど、まあ枚数のミッションになってるぐらいですからね。今日初だし、おお、あれものミッション、もうベル2回引いちゃってんだな。間の悪さは感じますが、やるっきゃねえ。おーっと、あー、そうね、レティ中じゃないもんね。ああ、こっちのパターンね、いいのね。じゃあこれやっぱ熱いな。75%ありますよ、白だけどエフェクトは。さすが大丈夫でした。一応ですね、なんか今パチカブさんで、まあ、写真を撮ってハッシュタグでつぶやくと、まあ、福岡カードが当たるみたいなことがキャンペーンやってるみたいなんで、もっといい絵撮って俺もつぶやこうかなと思ったんですけど、一応ないかもしれないんで、これ撮っておきます。やっぱこの演出本当嬉しいんで。いや、こんだけね背中を押してくれるメダルな勝ち取りはないですよ、なかなか。最高です。これで中でずーんって赤7が滑ってきたら、もうすげえシャッターチャンスなんだけど、まあまあまあ、ボーリング。皆さんチャンスって言ってあげて。あ、いい調子か。16ゲーム発展しないでお願い。おお、そう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 。まだだって順調って言ってたから。大丈夫かな？今17ゲームだけど。大丈夫かな？606だけど。一回このパターンで勝ってたけど。いや、ここ通せるな。いや、ここに設定差があるんだとしたら、これは上っぽい挙動ですし、設定差がないんだとしたら、もういい付き合いができそうですわ、今日から。ただ高設定だとしたら、そろそろトロフィーなりなんかいい示唆欲しいですね。まあいいでしょう。よし、いいよ、この超安全地帯でリプレイ、いいスタートだ。ここはいいよ。こっからだからハードムーブ ×2 プラスシールドのところでしっかりベル引いてくれば何の文句も言わねえ。そういうこと。よいしょ、まあ、ここはいいでしょ。シールド回復しよう。よし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 、ナイスシールド。わあ5でかい、5めちゃくちゃでかい。いやー人参がぶら下がってんだよな。いやだからここはね煩悩を消さなきゃダメです。神道を滅却すればベルもまたナビし。よし神道滅却、よー神道滅却だ。1900でかい。さっあ煩悩か、邪魔だったな。よし久々にバスケットダイブ突破しました。何にせよ最後の1ゲージ敵は煩悩ってことが分かりました。ありがとうございます。ここもだから煩悩いらない、もうビッグボーナスそんないただけるだけで、もう継続いただけるだけでいいです。ありがとうございます。もう1ゲーム先でした。ありがとうございます。もう私はあと登るべきだった。嘘だー、やったー。やっぱ煩悩はいりません。まあ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 バースト4個、確かになんかすげえもらった時もあったんでちょっと物足りなくはありますが、この4個で運命変わりますから。多分ニルバースじゃないよね、デビルフィッシュだよね、きっとね。デビルフィッシュちゃん、なんだなんだ、ここはちょっとやっちゃってんじゃないのか。まだバースト始まってないだろう。ただ昇格抽選するかもしれないですからね。デビルフィッシュかも。よし、まあもともとデビルフィッシュかもしれませんが、おーし、さあこれで4戦目まで終わって、次、まあ、流れでいうとデビルフィッシュが来てここも突破できそうってなると、あと半分クリアできればクライマックスいきますから、そうすると一気に完走も見えてきますし、まあ、この時点でもう900枚取れてるんで、まあ、かなり完走がもし10戦目までいけば本当完走はもう目前と言っていいでしょうね。あれ話が違う。ああこれだな。ちょっといろいろシャッターチャンスありますね。プレイバックはやっぱプレイバック嬉しすぎる説あるな。特にこのダイブトゥエルカセブン、ああコーラリアン来た。コーラリアン来ましたよ。もう継続確定なんですけど、コーラリアンはライフが少ないんだっけかな。コーラリアンはニルバーシュと一緒で、まあ、一応ジャッジバトル以外で継続すれば、まあ、ビッグ以上ですよと。でバースト中に突破できればビッグボーナスとビッグボーナスバーストの割合が1対1になる以外は、まあ、ほぼビッグですよと。その代わり体力ゲージが3本だったはずです。そうですね。だからこれはエクストラバーストいったらマジでエクストラ中のクリア見える。おい来ましたね。横尾田さんベルディベルディ、おお嬉しすぎる。やめろー。よしレア役でござる。スイカちゃんありがとう。やめろ。よし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 、バースト中にパーフェクト、ありがとうございます。これで2分の1でビッグボーナスバースト出てきます。さすがに出てきてくれよ。あれこれは普通、まさかのここでおっとっとっと、これさすがに昇格するんじゃないですか。なんかあると信じましょう。なんかあると、なんかないと困る。あ、バーストだ。ここで告知なんだ。なるほど。今の強調が効いた可能性もありますけどね。ビッグボーナスバーストは通常のビッグよりもアイコンが取りやすい。よし、ああ、今回は複数の乗せがなかったんですけど、それでも7個取れましたね。おお、ちょうど1000枚、気持ちいい。さあ、これでさっき8個ぐらい残ってたと思うんで、合計15ぐらいバースト持って次の対戦キャラに行けると。ニールパーシュダーガシュ、我々にはバーストがある。やはりエクストラですな、大事なのは。まあ1回はドリブル甘えていいですよ。あ、思ったよりなかった。11個か、だから12個スタートですね。これマックスベット押すな、気合入るな。さすがに3枚じゃ無理かな、ベル以上でしょう。でやった、何だったんだあの奇跡は。え、ちょっと買った、イルマシ買ってえな、勝てー。いや、1回ぐらいバーストやりてえ、バーストでエクストラやりたい。よし、さあリプレイを引かない、リプレイを引かないことが大事。3枚で落ちるんだ、もうしょうがない。そうそうそう、3枚で落ちるな、しょうがない。3枚で落ちるな、しょうがないぞ。なりないじゃないか、やってるじゃないか。バスクード食らいそうし、バスクードノーバスクード、ノーバスクードか。ああ、いや、やってくれたの最後に。でもまあまあまあ、いや全然ニルバーシュの台だけで嬉しい。次ニルバーシュっぽいからな。バースト1ゲームしかないんで、エクストラをここで引っ張る勢い。カモン、過ぎたことはしょうがねえ。さすがにまずさを感じざるを得ない。まだ白ですよ。ちょっとまずいな、やばいよ、やばいよ、これはやばい、これはやばいですね。絶対引き戻さないと。継続を感じ取れ。いや、4回引いてますから。旦那、本当プレイバック、ノープレイバック、ノープレイバック、マジか。やるじゃねえかおめえら、それだけは認めてやる。だからまだ勝負は終わってねえからな。てやー、いや違うんですよ、これで終わりなの俺たちです多分。姉もさん違うんです、まだ開かないですよね。復活あるかもしれない。無理だ、白じゃ無理だ。消える。まあ終わる時はこんなもんですわ。とはいえですよ、言うてもまあいい相手に恵まれたっていうのもありますけど、本当にそのエアリアルバーストとか上位の V3 とかを引かなくても1400倍出せるってことは分かったのはもう朗報中の朗報ですよ。はい、というわけでですね、まあ、一応ここから99ゲーム以内はまたミッションの、チャンスがあるんで、そこまで回してやめるっていうのも手なんですけれども、まあ、今回、初打ちで、かなりいい展開に恵まれて出玉も大満足で、終われることができるんで、私はここで、実戦終了したいと思います。さあというわけで実戦終了いたしましたけれども、いやー暑かったです。もう終始背中びっしょびしょですよ、この季節に。もう本当にその、通常時からなんですけども、特にやっぱ AT 中がもう一打一打本当に力が入ってですね、私この実戦の2日後に42歳になるんですけれども、42歳とは思えないはしゃぎっぷりでだいぶ皆様うるさかったと思います。本当に申し訳ありませんでした。でも本当に終始はさぎっぱなしになっちゃうぐらい、もう本当叩きどころ満載で、今回は本当にその叩きどころの部分かなりお見せできてたんじゃないかなと思って、結果的にも本当に内容的にも個人的には満足しております。実戦内容としましては投資が1万2000円で、2300枚ほど流すことができましたんで、3枚でも1000枚以上は確実に浮いてるかなという形になりましたので、ただやっぱりそのエアリアルバースト、ちょっと引いてないからちょっと正式名称が今ポンと出てこないんですけども、だったり V3 とか、そういうちょっとプレミア的なボーナスを引かなくても、本当にその引きどころでちゃんと何かを引いていれば、こうやっていい歯車が噛み合うと最後みたいに1日1400枚出るんだなっていうのを体感できたんで、これはもう本当に今後も長い間ちょっとお世話になっちゃうかなって思う機種と私出会いました。でやっぱり本当一番の僕の推しポイントとしては、AT 中に枚数忘れるんですよ。さっきの AT も気づいたら1000枚超えてったぐらい、もう夢中になって消化してるといつの間にか枚数がもりもり増えてるような感じになるんで、本当にその没頭できる AT っていうのを、これを機にですね、皆様も週末だったりとか、あとはですねこの動画アップされた後週明けとかに本当に楽しんでいただけたら、やっぱりこう本当にレバーを叩くことがパチスロっていうゲームの本質だなって改めて立ち返る一台になってるんじゃないかなと思いますんで、その部分これを参考に皆さんも体感していただければと思います。そして最後までご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価何卒お願いいたします。